ロスピ A ですということで、今回はですね、この前ガチャで幽閉選手が出た時に特殊能力に悪球打ちあったら面白いんちゃうかっていうところでですね、今回は、僕がコナミの社員でもなければ制作に1ミリも関わってないんですけども、勝手に特殊能力を考えようっていう、勝手に球種を考えようっていうところでですね、こういうのあったら面白いんじゃないのかっていうのをですね、勝手に皆さんと一緒に楽しんでいきたいっていうところがですね、あります。まず最初にはですね、特殊能力で言えば、こういうのもね、あってもいいんじゃないのかなっていうところで言うと、クイック、特殊能力に、クイックってね、あってもいいんちゃうかなっていうね。で、そのクイックの能力効果としては、やっぱクイックが速いと、現実でもバッター、タイミング取りづらくて打ちにくいんですよね。早く投げてくるんで、より右足に重心乗せられなかったりとか、その大きく体重移動できなかったりとかっていうところで、そのクイックの効果は打者にパワー、ミート、小低下、ね、やっぱクイックでバッターのタイミングが外れちゃうんで、であとランナーがのスタートが、ノーマルになっちゃう、発動すると、だからナイスとかグレートとかに行かない、もう常にどんな速くてもノーマルになっちゃうっていうランナーのスタートが、だからこの、ね、のクイック、だからクイックの投手でいい投手で言えばね、広島でいうと栗選手もそうだし、阪神の青柳選手とかもねそうだし、あとは、涌井投手とかもそうだし、昔言ったね、久保投手とか、ロッテ、阪神、DeNA にね、いた投手もそうだし、そういう、クイックっていうのをね、入れて、盗塁もノーマルにしかならないし、バッターのパワー、ミートもショーダウンさせるっていう特殊能力、これね、いいんじゃないのかなっていうね。で、あとね、牽制っていう特殊能力は、もうどんなに足速くても、スタートのランボタンを押してたら、絶対アウトになるっていうね。牽制っていう特殊能力もどうなんかなっていうね。そうすることによって、足を封じるっていうね。そんなのいらないよっていうところは僕が勝手に言ってるだけなんで、そんなのいらないよっていう声はですね、コメント欄にね、書いてください。あと、こういうのもどうですかっていうのもね、コメント欄書いてね、皆さんと一緒にね、この特殊能力を楽しみたいっていうね。あとね、フィールディングっていう特殊能力、ピッチャーのね。それ何かっていうと、バンドした時に、この角度が、この以内のバンドは全部先の塁がアウトになっちゃうっていう、フィールディングの良さ。あとピッチャーゴロはもう全部取る。このフィールディングっていうね、ピッチャーの守備能力が上がるっていうのもね、あるとバンドへのね、対応。ダルビッシュ投手がね、動画でなんか、ボール球でもバンドができるのがおかしいどうとかって言ってたのもあったんですけど、だからもうバンドをした時に、このフィールディングが発動してると、ね、1から5によってこのできるね、このレベルの範囲がこう変わってくるとかね、ありますけど、そのもうマックスにすると、その範囲内だとバンとしても先の塁がもう絶対アウトになっちゃうっていうね、フィールディングっていうのはね、ピッチャーにあっても、面白いかなっていうところもありますね。あとバッターで言うと、悪球打ちがもうめちゃくちゃヒットしたんですけど、あと、そうっすね、あとね、あれ、ポール際ね、切れないっていう特殊能力。今はすげーっていくじゃないですか、結構。だからでも、リアルで言うと、スライス回転の人とかもいるんですよね。僕とかでも現役中うまくいった時は、あ、ファールやなーっていうやつが帰ってきてホームランとかもあるんですよね。だから、落合さんとかみたいに、このポール際が切れるんじゃなくて、ポール際が逆に入ってくるっていう、このポール際、あとライン上が、ギリギリのところがファールにならないで逆に入ってきてフェアゾーンに来るっていう特殊能力っていうのも、これ内側から出すっていうところでね、そういうのも面白いのかなっていうところもあるし、プルヒッターね、ついてるところもあるんですけど、アウトコースをライトに右バッターが引っ張るとか、左バッターがアウトコースをレフトに引っ張るっていう打撃もあるんで、逆プルヒッターってやつ、反対方向への打球がもう引っ張りと同じように、パワーが上がるっていう、だから流し打ちとかじゃなくて逆プルヒッター、だから反対方向へのホームランが増えるっていう逆プルヒッターも、どうかなっていうね、特殊能力を最近考えてるんですよ。で、あとね、ピッチャーの投球で基本的にこうってこうしたじゃないですか、ホップっていうのもどうかなっていうね。だから藤川球児とか、なんかよく藤川球児がリアタイで使いにくいっていう声もあるんですけど、藤川球児のストレートってもうホップするってイメージじゃないですか。だからそのホップって言って上に行く投球があるっていう。だからそれはもう5とか無理ですよ。5とか上に行ったらもうそれはもうリアルじゃないから。だから1とかね。とか、1でなんか
タイピンとかがついたら2位上がるみたいな感じで、ポップっていう、ちょっと上にね、ずれるっていうストレート系もあったら、結構リアルで面白いんじゃないかな。あと、アンダースローのピッチャーとかも、高橋礼とかも、このホップでちょっと上に行くっていうね、のもあっても、面白いんじゃないのかな。それはまあリアルでもありますし、アンダースローとかね、下から上に行くっていうのもあるんで。あと、アンダースローとかだと、ホップスライダーね、ちょっとこっち、右バッター、ヒューンっていう時があるんで、このスライダーが若干上の方に曲がっていくっていうのも、アンダースロー特有の軌道だと思うんで、その、まあ、高橋礼とか、今だったら西武の与座とか、まあ、与座はまだ出てきてないですけどね、牧田とかね、いうのも、スライダーとかってなると、まあ、カーブとかはね、若干チェンジアップ気味に下に行くんですけど、スライダーは真横じゃなくて、ちょっと上に行くっていうね、っていうのもリアルかなと。あとやっぱり今ね、猛打者の皆さんも、上の変化ってまだ慣れてないじゃないですか。そういうのも入れていくことによって、まださらにね、リアルになってきたり、まっすぐもだって上よくないですか。高めのギリギリのところにやっといて、ちょっと上に行くからボールになるとか、低めのちょっとぐらいボールからホップするから、それがストライクになるとかっていうのもあるし、スライダーのアンダースローも低めのところからストライク入ってきたりとか、高めのギリギリからボールになっていくっていう、まあリアルにそういうのもあるし、そういうホップ系のスライダーと、このホップ系のストレートっていうのもね、この球種にプラスアルファいいんじゃないのかなっていうのもありますね。あと、ナックルっていうのがないですよね。まあでもナックル投げてる人はあんまりいないし、ナックルになると難しいですね。でも、もう予測できないですもんね。曲がりが一定じゃないから難しい。ナックルは無理なのかな、やっぱり。あとあれか、ホップスライダーだと回転がこうなってるの。こう、逆になってるって感じじゃないね。まっすぐはこうだから、こうなったら上にホップで、スライダーだと斜めにこうなってるのか。だから、こっちからだとこうなっていったら上だね。だからその逆回転すれば回転も増やせるから。いいじゃんね。これは、これ、勝手に企画会議っていうね。まあ、コナミの皆さんがね、もし見てたらですね、こういう企画、どうですかっていうのもありますし、あと何があるかな言えば、でもそんな感じじゃねえ。でも、球種、むちゃくちゃなことしててもね、リアルと反するしね。あと、特殊能力とかなんかあるかな、もっと。あった。特殊能力でもう一個あった方がいいかなって思うのが、バッターの逆境。バッターか、逆行ってあるの。逆境って。そうそう。追い込まれたら全部が上がるっていう。2ストライク後の対応が良くなるっていう。だから、追い込まれたら対応だね。言い方わかんないけど、追い込まれたら対応で、2ストライクになったら、ミートカーソルとかパワーが上がるっていう。全体的に。発動して。だからそうなると、でもそういうバッターいるじゃん。追い込まれてから、選球眼良くなったりとか、追い込まれてから打率良くなる選手とかもいるから、逆に初球がいいっていう選手もいれば、追い込まれたらいいっていう。とか、逆境って言って、負けてたら能力値全体的に上がるっていう。バッター逆境に強いっていう。追い込まれてたら、負けてる試合で負けてたら上がるっていう。だから1番とかに置いちゃダメだね、そういう選手ね。負けてたらだから7番とか8番とかあたりがいいかなと思うんだけど、そういうなんか負けてる時にチャンスに強いじゃないけど、負けてたら能力上がるみたいなのもあったら面白いかもですね。で、2ストライク後ミートパワーが上がるとかっていうのもあるし、逆にボール先行したら能力上がるみたいな。だから要は、ストライク先行時は能力値上がんないんだけど、ボール先行の時は能力上がるとかね。でもそれじゃめんどくさいのかな。一個ずつ消えたりするもんね。ずっとついとかないもんね。そしたら。まあ、でも言うのは妥当だもんね。だからそういうのも、今後、ちょこちょこ考えていきたいなっていうね、感じはあるっすよね。あと最後に、今日はですね、まあ、最後にですね、今ちょっとプレゼントでですね、プロスピタワーの挑戦累計で、A ランク自チーム契約書、期待の若手っていう選手で、今この12名が出てるんですけど、まあ、それを、誰を、取ろうかめっちゃ考えてるんですよね。やっぱり今後、成長していけば、それが極みに向けての A が、ね、餌になっていくし、誰がいいかなっていうところで、ね、まあ面白そうなのはリチャードとかもね、いいんですけど、やっぱ今のソフトバンクの戦力見てたら、リチャードが一軍に上がってくるって、よっぽど頑張んないとなかなか難しいっていうのもあるんで、やっぱその一軍で頑張って結果出したら、その後能力値が上がったりとか S とかが出てくる流れだと思うんで、そういった意味でも、まあこの12人の中だと、まあ一番今期待値で高いのはドラゴンズの山本、あとジャイアンツの戸郷、そして、まあライオンズの川越っていうところが、まあ比較的一軍で試合ね、
頻繁的に出てるかなっていう選手で、誰を選ぼうかなっていうのがまだすごい迷ってるんですけど、でもこれまだあと22日間あるんで、使えるのはね、あとだから20日間ぐらいギリギリまで考えて、その中で今一番結果出すそうな頑張ってるやつを選びたいかなって思うんですけど、じゃあ今日は最後にですね、このゴールド契約書がいっぱい溜まってるんで、それの8枚で本当にハッピーになれるのかっていうことを、やっていきたいと思います。俺は今じゃあそれで皆さんね、何が当たるか分かりませんけど、このゴールド契約書8枚でハッピーになれるかっていうところをね、見ながら今日はお別れです。さあ、ゴールド契約書8枚でハッピーになれるのか、さあ頼むよ。源田、山川、塩見、加山、石田、太田、辰巳、ノーハッピー。